天才って言葉は自分であれなんで、いろんな方に評価していただいているというのは、自分自身というよりも、やはり自分の育った環境や、お父さん、お母さん、あと、斎藤さん、お客さん、周りの人に、恵まれたというところが大きいと思います。いらっしゃいませ。江戸前の寿司で出す魚は基本的に赤身、白身、あと光物というふうに分けて出してます。アジは基本、光物はアジアの小肌などちょっと青物と言ったりするんですが、青背の魚のことを光物と言います。ちょっとフィッシーな香りだったりとか、香りが強いのが特徴です。で、白身ですが、白身は基本的には脂のりもが他の魚に比べると薄いものが多く、淡白で食感がいいのが特徴ですね。赤身ですが、マグロやカツオ、すごく力強く、江戸前の王道となるものが多いです。同じ分類分けで光物とか白身、赤身というふうに分けられていても、やっぱ魚それぞれ個性、持ち味が違うので、味、食感が違うのが魚の面白いところです。今日は熊本の天草から来ました。天然のタイですね。サイズが 1.5 キロぐらいで、ちょうど味も美味しい頃です。普段はその鱗付きで築地漁業者とか送ってきちゃうんですけど、自分の知り合いが送ってくれるところはすごく丁寧に仕事してくれるので、ちゃんと血抜きをして、そうですね、ここに傷があるんですけど、これは血抜きをした後なんですよね。ここに一本打つのと、あと神経締めっていって、神経を殺して送ってきてくれるので、で、普段だったら内臓と鱗をちゃんと取ってくるんですよね。やっぱ内臓っていうのは臭みが出やすく、鱗もやっぱ雑菌発生、発生しやすい場所なんですね。これがアジですね。次は小肌ですね。小肌、自分 の故郷の天草が小肌の一大産地になっていて、そこから直接すごく質のいいものが入るようになります。そうですね、小肌っていうこのサイズは基本的に寿司でしか使わないサイズなんですよね。このよりもっと大きいサイズのこの城っていうサイズだと、地元では刺身とか塩焼きとかにして食べてましたけど、小肌っていうのは出世魚で、大きさに変わることによって名前が変わるんですけど、新子、小肌、中積み、この城という順番に名前が変わっていきます。やっぱそれぞれ持ち味があって、味が違って美味しいんですけど、それぞれやっぱり油の違い、香り、味の濃さ、皮の硬さなどの違いがあり、やっぱり自分は熊本の天草が好きなので、熊本の天草をよく使ってます。そうですね、塩焼きとか刺身はよく食べてましたね。お父さんとかお母さん、あと自分でも途中からは自分で取ってきてさばいて食べるようになってたので。そうですね、日本の天然を使ってます。やっぱ甘みがまろやか ですごくバランスがいい、苦みとかが少なくて、この塩がかかったところにお酢が染み込んでいくというか、やっぱこの塩がしっかり入ってないとお酢がきれいに入らないんですね。これも今日熊本天草からです。キスといって夏が旬の魚ですね。すごく淡白の中にしっかりした旨味があって、さっぱりと美味しい魚です。全部赤身です。ただこのちょっと今日大きさが違って、今2種類っていうか使ってるので、この小さいものが南アフリカ、はい、今ちょうど南アフリカ、秋から冬にあたるので、すごくいいものが取れるんですよね。で、大きい方はノースカロライナ。今斎藤さんがおっしゃったのが、簡単に身についたというか習った
技術とかっていうのは簡単に忘れるので、やはり見て自分で苦労して身につけた技術というのが自分の力になっていく。自分のふるさとは熊本の天草というところです。島なので海から非常に近いところで育ちました。歩いてから3分ぐらいで海に行けるところです。天草の魚で有名なのは、ハモに小肌、あとはクエ、ウニなどが有名ですが、その他にも天草っていうところは島なので、いろんな海に面していて潮が、ですね、自分釣り始めたのが保育園ぐらいの時だったので、そうですね、海でずっともう海人ですね。おはざーす。もう高校の時に、自分の進路というか仕事を何をしたいかずっと、悩んでいた時に、やっぱり好きなこととか自分の得意なことを活かせることを仕事にしようと思い、寿司屋になることを決めました。ありがとうございます。自分の育った環境で、のおかげで魚がどの時点で美味しいかとか、どの料理の時に、どういう熟成具合寝かせて出した方がいいかっていうのを、学びました。アワビってやっぱり貝の王様だと思いますね。家から歩いて3分ぐらいのすごく近い海で、お父さんと一緒に海に行ったのが最初です。おそらくまだ保育園とかそのぐらいだったと思いますね。そうですね、アワビの一番美味しいところはアワビっていう貝は肝っていて、レバーも美味しいですし、口も美味しい、くちばしもあったりして、くちばしも美味しく、あと身のやっぱり繊維質がすごく特徴的で、それぞれ美味しいんですが、やっぱりアワビの一番の最大の特徴は香りだと思います。これが歯なんですけど、これで海藻をこそぎ取って食べてるんですよね。アワビの味と食感ですが、アワビは生だと甘みがすごく強い貝で、火を通すとそれが旨味に変わるというのが特徴だと思います。食感も生だとすごくコリコリ、歯切れがいい食感なんですが、流れが速かったりとか、自分の地元の天草というところでサメもいますし、そういうところで、海というのはやっぱり常に自然のなので危ないですよね。アワビのスープを継ぎ足して作ってます。アワビをアワビから取ったスープに入れて一緒に蒸すんですが、そのスープはアワビと塩だけで取ったスープを使って蒸します。そのスープは毎回毎回使って、次回また取っといて使うということを繰り返してます。寿司屋が立つ、こういう簡単なこと板場って言うんですけど、板場に立つということがやっぱりずっと目標ですし、やりたくて仕事をしてたんですが、やっぱり三つ星の斎藤で逃げるとなると、その斎藤さんのに期待してくれる来てくれるお客さんの気持ちをに対する責任感とか、斎藤さんのその看板に対する責任感というものをすごくプレッシャーを受けました。でも自分のことを成長をずっと見守ってくれたお客さんが一番最初のお客さんになってくれて、逃げらせていただきました。
スジアラの刺身です。わさびと醤油で召し上がってください。まあ自分のまだまだ未熟さが恥ずかしい反面、そうですね、すごく嬉しさ反面みたいな感じで、あと緊張でっていう一日でした。三重の蒸しアワビ、神奈川の佐島からのタコで、タコの桜になってます。ウニの食べ比べです。熊本天草の紫ウニ、北海道厚岸の紫ウニ、北海道根室の紫ウニ、そして北海道のバフウニです。愛知の平貝です。薄焼きになってます。北海道噴火湾の毛ガニです。黒酢 の黒酢で作ったカニ酢になってます。一番やっぱ最初にアメリカに来て、水も違うし調味料も基本的にサイトに使ったのと、同じようなものを使ってても全く同じ分量で同じ料理を作ろうとしても同じにならないのがやっぱり国が違うし調味料がちょっと違えば違うというのが料理なので、レシピは持ってたんですけど一からそれを書き直してそれを味というか料理を一から組み立てるのがすごく大変でしたね。熊本天草からマダイです。マグロは今日は全てノースクライになります。マグロの漬けです。中トロです。どうぞ。大トロです。はい、ミシュランの、一つ星いただきましたが、やっぱり斉藤さんがずっと三つ星だったので、自分のお店をやると決まった時から、星を取れるようには意識はしてました。福岡限界などのマージになります。ミシュランを取った時は自分も嬉しかったんですが、昔からのお客さんとか両親、そういう周りの人が喜んでくれたのが一番嬉しかったです。今まで斉藤で働いてた時というのはやっぱり斉藤さんが例の仕事だったんですが、やっぱり自分でやるということは自分がトップに立って責任を負って、他のスタッフを見たりするっていうのが、大変ですし、斉藤さんの苦労が少し分かったような気がします。